まして、足立区議会議長馬場信夫様からご祝辞をいただきます。ご紹介をいただきました足立区議会議長の馬場信夫でございます。本日は第35回目の足立の花火大会に、この土手の上、河川敷、そして土手の外側まで大変多くのお客様にお集まりいただき、心から歓迎を申し上げます。そしてまたケーブルテレビでご覧の皆様にも十分に楽しんでいただける素晴らしい花火大会にしていきたい考えております。さて、この足立の花火大会は関東地区の花火大会ランキングで常にトップクラスであるという人気の花火大会なのはご存知でしょうか。インターネットサイトで毎年人気投票をしておりますが、なぜこんなに足立の花火大会は人気があるのでしょうか。やはりこの広い河川敷と地域にお住まいのこの日常味あふれる足立区民の皆様の応援があるからだと私は信じております。そしてこの荒川の立派な河川敷は今から100年前に工事が始まり、20年をかけて掘削されたこの人工の河川を利用して我々は楽しんでおります。隅田川の治水から始まったこの荒川の河川敷を、100年後の我々がこの花火大会として楽しめることに、先人のご苦労にも感謝を申し上げたいと思います。まもなく花火のスタートのボタンを押させていただきます。ボタンある。